ナンシャルプランナーの熊崎です。本日のテーマはこちらになります。2023年4月1日施行のですね、民法改正によりまして遺産分割の新ルール、これが始まります。こちらが始まりますと、相続の解決はお金だけというテーマで今日はお話をしたいと思います。ではまず目次になります。こちら5つの流れで今日はですねお話をしていきます。まず基本ルール、そして新たなルール、家庭裁判所が関与する、そして後継者が事業資産を取得するには、最後に相続の財源準備は生命保険がいいですよというお話になってきます。まず最初にですね、遺産分割のルール、これ現在の基本ルールについてですね、まずは解説したいと思います。こちらはですね、例えば生前贈与をですね、こちらの相続人 A さんがですね定期的に受け取っていた場合ですね、相続が発生しますと、一旦ですねこちらの生前贈与の分を持ち戻しをしてですね、その相続時点の遺産プラス特別受益というものを加算してですね、ここで遺産分割を考えるという方法をとっておりますので、最初の特別受益分をですね加算しますと、相続時に関しては遺産のですね部分に関しては、相続人 A さんはこの1つの部分ですね、そして相続人 B さんに関しましてはここの3つの部分を受け取れるというのがですね、今現在の基本的なルールになっております。でこちらがですね今回の改正のところなんですけども、この遺産分割は相続開始後10年経過したらですね、特別受益や寄与分を考慮しないというですねルールに改正されますというところですね。これがまさに特別受益になりますので、10年経過するとこの分ですね考慮しませんよというふうになってしまいますと、ここの遺産の分ですね、ここの分だけでこちらの A さんと B さんで遺産分割を考えるというふうなルールに改正をしますという内容になっております。ということはですね、生前贈与を受けていない相続人 B さんですね、この遺産分割で10年経過すると取り分が減ってしまうというような内容の改正になっております。こちら具体的にですね、その図で表していますと、遺産分割が今回長期放置されることを防ぐ、ルール、これが新ルールになっております。ですので今ご説明した通りですね、この特別受益や寄与分を考慮しないということはですね、相続発生時にこの特別受益の持ち戻し、この部分がありませんということで、ここで分けるということですね。でここで問題視になりそうなのがですね、そうすると遺産分割に好意的に合意しないのではないかというところがですね、懸念材料として上がってきます。つまり10年間経過するようにですね、合意しないということですね。でそこをですね、防ぐルールとしましてはですね、これは10年経過する前に家庭裁判所へ遺産分割を請求すればですね、もともとの現在の基本ルールとして特別受益や寄与分ですね、これを考慮する従来ルールで行っていくというところがですね、しっかりと盛り込まれております。ですのでこういったことにならないようにですね、特別受益発生しないような相続人の方はですね、家庭裁判所に請求するというところがですねポイントになっていきます。でこの家庭裁判所がですね関与する遺産分割なんですけども、ここもポイントになってきます。基本ルール通りですね、関与すれば特別受益の分をですね持ち戻しをして、相続時にここで分けるというふうになっていくんですけども、基本的にですね家庭裁判所は公平を重視します。公平ですね、公平というのはですね法定相続分で分けますよという公平というところですね、ここを重視して遺産分割をしていくというところがあります。そのためですね、例えばこの例でいきますと、特別受益が3つありましたと、でこの3つ分をですね持ち戻して計算しました。で相続時にですね残っている遺産に関しては全部事業用資産だったという時ですね。で相続人 A さんが後継者となって、相続人 B さんが後継者ではないということですね。こういったことが想定するとですね、やはり事業承継的に問題が発生してしまいます。つまり事業用資産ですね、こちらを後継者ではない B さんが全て取得してしまうというところですね。ですので、この後継者がですね事業用資産を取得できない、こういったことがですね特に不動産オーナーの方、会社経営されているですね、そういった方がですね対象になってきますので、この相続人間のバランスに留意が必要ですというところがですね、家庭裁判所が入った場合でもここがすごく重要になってくるというところですね。そうするとこの後継者がじゃあ事業用資産を取得するにはどのようにすればいいのかというところをですね見ていきたいと思います。家庭裁判所は公平を重視しますので、ここも特別受益持ち戻しをしていくと、で相続時には全部で6つ分ですねの遺産が残っていると
というところですね。でここに関しては対策は一つで、まあ、相続人 A さんですね、後継者の A さんですね、まあ、この遺産、事業用遺産をですね、これ相続する代わりに現金で代償金の支払いを B さんにするというところですね。まあ、代償金現金で準備するから事業用資産は全て相続をさせてもらうというところですね。まあ、これでですね、後継者がしっかりと事業用資産を相続することができるというふうになってきます。ですので、まあ、家庭裁判所が関与してもですね、事業承継に関してはこの調整する財源、まさにこの代償金の準備ですね、これが重要になってきますので、まあ、十分な代償金支払い財源や、あとは遺留分の対応ですね、の、財源が必要になってくるというところですね。まあ、遺留分については次の説明していきます。まとめるとですね、不動産オーナーの相続事業承継の特徴というところなんですけども、まあ、主にですね、こちら4つ掲げられると思います。まずは後継者が不動産の多くを引き継ぐ必要があるということですね。それと後継者と他の相続人との間でですね、取り分のバランスが問題で発生するというところですね。先ほどの例です。そして遺産分割遺留分の対応にはですね、後継者に十分な財源が必要というところですね。そして遺産分割に対立すると、まあ、早めに家庭裁判所の関与が必要というところがですね、ここは新ルールのところになってきます。つまりですね、この相続人 A さん、この後継者が相続人 A さんとした場合なんですけども、まずはこちら遺産分割を行う場合ですね、遺産分割を行う場合に関しては当事者間の合意があってもですね、家庭裁判所の関与があった場合でもですね、これは相続人 B さんとの間でこのように、ね、代償交付金の準備が必要になると、つまりこのお金の準備が必要ということですね。そしてこちら相続時の財産の全てにですね、遺言がある場合ですね、全て後継者である相続人 A さんが取得するというような遺言があった場合なんですけども、そうすると遺留分の部分での問題が発生します。でそこに関しては相続人 B さんに関してですね、この遺留分の侵害額を渡すということですね。まあ、これもですね、近年これは必ず金銭で渡すというふうにルールが変わりましたので、まあ、ここでもお金の準備、財源が必要になるというところになります。そうするとですね、財源の準備に関しては、こちら後継者を受け取り人とする生命保険の活用、これが非常に優れています。で、この生命保険のですね、活用というのは、ここ死亡保険金をですね、受け取り人固有の財産になります。受け取り人固有の財産になりますので、受け取り人を指定する生命保険の活用は非常にポイントが高くてですね、この固有の財産ということは遺産分割の対象外になります。ですので、例えば生命保険以外のものでもですね、こちら法定相続人がその財産を受け取るというような金融商品もあるんですけども、そういったものだと遺産分割の対象になってしまいます。ただし、生命保険で受け取り人を固有に指定するものに関しましては、受け取り人の固有の財産になりますので、ここは遺産分割から除外されるということですね。つまりですね、ここは後継者である相続人 A さんに死亡保険金として代償交付金や遺留分の侵害額ですね、相当額の現金が入るようなですね、生命保険を活用すると、まあ、こういったですね、不動産オーナーの事業承継に関してもですね、現金の準備、財源が準備できますので、遺産分割もスムーズにいくんではないかなと思います。本日はここまでとなります。ありがとうございました。